芸人肩のこの時代、一流のネタを持っている、見てさえもらえれば、そんな思いのまま事務所の片隅でくすぶっている彼らを、激安価格でおなじみの家具アウトレットのメガマックスが一括仕入れ。今回仕入れた彼らは本当にネタが良くてギャラがお手頃なアウトレット芸人なのか。それでは2分間の真剣勝負開幕です。目指せアウトレット芸人9。メガマックス公認アウトレット芸人か否かを審査するのは、ここ千葉ニュータウン店特設会場に集まった5名のお客様審査員。制限時間2分を超えたら失格。それでは今週も行ってみよう。 TikTok で話題沸騰中の同期仲良し4人組。3人の絶え間ないボケにツッコミはてんやわんや。太田プロダクション所属、同期の休日。お願いします。ありがとうございます。すみません、あの私事なんですけれども、はい、あのもうすぐ1歳になる娘がおりましてね。いるんですよ。まあ、父親とちょっといろいろ考えるところがあってさ、うん、こう例えば学校入れるにしても、こう公立私立どっちがええかなとか思うと、うん、こう親としてはちょっと私立入ってほしいなみたいな憧れがあったりしてね。私立ってさ、修学旅行海外行くイメージだよな。でも海外行ったら留学とかも行きたくなるよね。そうやな。でもまあ留学行ったら向こうの文化に染まっちゃうよな。え、コバの娘ってタトゥー入ってる？なんでそうなんねん、おい。どういう連想ゲームじゃそうなんのよ。腰元に蝶々のタトゥーやるか、お前。違う、娘私立入れたい言うただけやねんから。私立ってさ、スポーツの強豪校ってイメージだよな。まあ、な、強豪校のやつってみんなガタイがでかいよな。確かに。でもガタイでかいやつって食事気使ってるよな。コバの娘って主食ささみ？そんなわけあるか、お前。母乳かミルク、なぜならまだ1歳なってないから。何の話してんの。俺娘私立入れた人だけやで。私立ってさ、トイレにウォシュレットついてるイメージだよな。あ、でもウォシュレットって勢いすごいよな。でも勢いすごいっつったら大谷翔平だよな。コバの娘って二刀流。何のやねん、おい。1歳にもなってない娘が何と何の二刀流やで。いや、母乳とミルク。なるほどな、なるほどだやるか、お前。わけわからん。母乳ってさ、はぁ、お母さんが出すお仕事だよね。どこか広げて。今の時代お母さんとかお父さんとかあんま決めない方がいいよね。まあお母さんの仕事もお父さんが手伝っていけるようになったらいいよね。コバんちって母乳じゃなくて腐乳？腐乳？腐乳？お父さんの乳と書いて腐乳？これお前訓読みしたらお前チチチチやないか、お前。何してんねん。そんなんええねん、私立入れた言うただけやだけ。私立ってさ、生徒数多くてマンモス校のイメージだよな。っっでもマンモスって寒い時代に来てたらしいよな。でも寒い時期って道路凍ってて危ないよな。道路凍って危なかったらスタッドレスつけなきゃね。あ、でもスタッドレスつけたら滑り止めになりますしね。まあでも滑り止めっつったら私立だよね。コバって娘私立入れんの？おかえり、おかえりやろか、おい。何の話してんねん、わけわからん。娘私立入れただけで。まあそういうことは本人が決めることだからね。最初からそれ言うてんねん、もうええわ。それでは判定です。どうぞ。よっしゃー、よし、コバです。ヒネです。ジンです。ヒロです。4人合わせて同期の休日です。よろしくお願いします。僕たち同期の休日はですね、 TikTok、Instagram で毎日あるある動画を更新しております。ぜひよかったら見てください。メガマックスでは様々なセールスイベントを開催。皆様のお越しをお待ちしております。詳しくはメガマックスのホームページをチェック。次回のメガマックス公認アウトレット芸人にチャレンジするのは服部寛荘。乞うご期待。